おはようございます。久しぶりですね。久しぶりだな、本当に。なんか今回新しく事務所を買われたということで、うん、まあ中古なんですよね。これまあ中古って中古だな、うん、引っ越しは終わってるんですか？もう、まあ、以上な。じゃあちょっと紹介していただいて。なるの。はい、まあしょうがない。なんで相変わらずハゲとるやん。相変わらずだな、お前も。今日若い主さんは、え、今日はちょっとまああれ、ちょっとしのぎの補正行ったからよ。ああ、なるほど。うん、あ、結構でも住宅っぽい事務所ですね。なべ。はい。じゃあまあ一つ一つ紹介してください。まあ、土足元気だと思う。いや、お前も土足じゃないですか。お前と俺んちだからいいんだよ。まあここがよ。はい。若い主の部屋だ。ああ、この若い主さんが待機する部屋ですか。だ。まあまずまず散らかってけんども、はい、こんな感じで今置いたんだけども、はい、うん、これは何ですかね。ん、これこれはよ、俺のフグ破った時によ、はい、若い人が俺のために縫うやつだ。ああ、なるほど、うん、カバンにもんでよ、はい、まず。あれこれは最近よ、ちょっと尿漏れが激しいもんでよ、首長。うん、剥がせてもらってんだ。ああ、こっちは水回りですかね。いやな、ほら、あ、お風呂場。風呂だな。はい、うん、まあここは俺と若い人がまず入る場所だ。一緒に、うん、ちょっと入ってもらっていいですか。まあ、こんな感じでよ、はい、まあ俺もよ、はい、ちょっと足を、ちょっと足割りもんでよ、はい、こうやってこう掴んでこうやって。ああ、はい、これ入んだ、これ。ああ、なるほど、うん、これって組長のシャンプーなんですよね。これオリジナルシャンプーだ。いや、あんた石鹸で大丈夫なような気するんですけど。いや、だから我が石もいっからだこうで。ああ、なるほど。まずーっとくしょ。これも俺のトイレだ。くさ、まあ、うんこしました？さっきな、お前来る前にちょっと。で、つなぐのよ。はい、台所、あの、和菓子が料理する場所だ。ああ、普段どんな料理を召し上がるんですか、組長は。これね、はい、まあ簡単な炒め物とかよ、はい、うん、あと焼き魚などが、まあ俺はちょっと土佐のもんでよ、はい、ここで焼いてもらったりとかよ、はい、うん、捨てるわけだ。だカニねえからその辺の川で釣ってきた魚だけどよ。ああ、やっぱ相変わらず貧乏なんですか。ないよな、よし、うん、まあいいや。まずこの辺はまあ海苔だったりよ、はい、もう食器でも一通り揃ってるんですね。なんだこれ。で、次がちょっと早く行ってもらっていいですか、案内。あ、すいません。まずここはあの、はい、みんな、あっちは普通のあの遊ぶとこだけど、はい、ここはみんなタコネ。ああ、なるほど、うん、あ、若い主さんが泊まる場所なんですね。なこれ、まあみんなほら、ああ、うん、本を読んだりしながら。ガグをつけろって言ってんだ俺毎回。ああ、なるほど。これ布団な、はい、うん、やっぱり若い主さんは頭がいい方がいいんですかね。まあ、バカより頭いい方いいべだお前。組長の最終学歴って何でしたっけ。うん、組長、俺、はい、通卒だ、通卒。中卒、うん、はい。だからよ、みんなにはガグをつけろって言うんだよ。これ、鬼会もあるんですかね。いいな、あるよ。俺の部屋、今度案内するかい。ああ、お前の部屋も見せてもらえるんですか。あの、こっからお前って言うなよ。もうお前、パンチ。あ、組長、これ組長のですか、シャンプーハット。あ、俺あの、ちょっとあれだからこうやって言う。はい、じゃちょっとそのまま案内していただいて。すいません。ほら、ここが俺の。ここが組長ルームですか。な、へえ。ああ、ゴルフ。俺たまに行くんだ。はい、これでよ。あれ、これは誰ですか。これが、はい、これ誰だ。これ最近のやつだな。おお、びっくりしたくの。あ、すいません。あ、組長、あんたスケベ。まあそれはね、これ昨日それで自行したばっかりだからね。ああ、なるほど、うん、あ、結構組長も額をつけようと一生懸命
なごで読書しようとされてるんですね。これはこれ素敵なんで三国志、うん、どういう話ですか。うん、あの3つの国が幸せになる話だ、はい、これ、うん、なるほど。わあ、ちょっと暗いですね。ちょっと待ってろ。はい。ああ、そんな、あ、こんなもんでいいかいいんですか、そんなことしちゃって。え、そんなことしちゃって。まあどうせよ、まあ、買い替えか。はい、じゃあこっちもいいですか。あらら、おお、結構いいですね、間取りが。俺の寝室だ。ああ、なるほど。あ、さっきのところが書斎な。で、これはこれはよ、はい、俺のダッチワイフってやつよ。ああ、なるほど、うん、こうやってよ。はい、うん、こうやってな、たまにこうやってこうやお前さん見せて。ああ、ちょっといいですかね。ダメボーズだよ。いいですか、ね、ちょっと、じゃあお前にちょっとだけな。はい、うん、無修正じゃないですか。だ、これ。おお、最高だべ。ちょっと興奮してきましたね。あれ、これ姉さんですか。だ、俺の、俺のあれだ。だ、あれ、これ、生きてらっしゃいます。これ、生きてっこで、これ俺の愛犬だから。おー、なるほど。豚がこれ。まあ、じゃあこんな感じで事務所を買われたってことですね。だいよ。これどっちが姉さんなんですかね。あ、こっちがうちのあれよ、女房。ちょっと顔見せていただいていいですか。あ、これが俺の女房。あ、はじめまして奥さん。やめろっつのめ。奥さん、なんでおめえうちの嫁の触んだよ。こっちにしとけ。これはこっちは妹だ。あ、妹さん、うん、これいいですか、妹さん。妹はなんぼあれしたっていいからな。こっちはダメですか。こっちはダメなことが俺の読みだからね。まあこんな感じで事務所を買われたということで、うん、じゃあまた遊びに来ますよ。なんだこれ。何してんすかそれ、ヘッドホン。うん、これ音楽たまに聞いたんだこれ。ああ、うん、じゃあ今日は姉さんと、うん、ゆっくり過ごしてください。じゃあな、はい、だな、はい、今日は一発でやっちゃおうかな。はい、わかりました、うん、じゃあ姉さん失礼します。やっぱりやめてこの野郎。